松潤さん、こんにちは。メッセージありがとうございます。そして動画の方をね、公開されましたね。全体的にね、申し上げたいことが何点かあります。ちょっと心して聞いていただきたいんですけども、一つはね、音声ちっちゃいんじゃないかなと思いますね。やっぱりね、今私ね、100あるボリュームを72にして聞いていたんですけども、普段4とか5なんですよ。ですから多分ね、これは音声ちっちゃくって離脱される可能性が大きいかなと思いますんで、なんとか工夫してもうちょっとね、強みに音声が入るようにした方がいいのかなと思いますね。ちなみに撮影がスマートフォンですかね、スマートフォンなのか、まあ、声の方がちょっと小さいのか、その辺は分かりませんけど、私はデジカメで撮影したりとかスマホで撮影してるんで、特別な機材は使ったことがありません。まあ、ですんでね、同じ環境だと思いますので、まあ、マイクをきちんとね、こっちに向けて喋るみたいなこと、まあ、特にね、買う必要はありません。今デジカメでもスマホでもマイクの感度がいいんで、マイクを特別に買うって必要はないんでね、なんとかそこの辺工夫して、あと自分でご自身でね、再生して聞いてみたらどうかなと思うんですけど、あとは肝心なのは、私みたいに YouTube を見てくださってる方に音声どうですかっていうふうに問いかけてみるとかね、やっぱり小さいっていう意見が、まあ、ありましたらちょっと考慮していただきたいかなと。特になければ私の環境の問題だと思いますんで、そこは私の方でね、調整しようかと思います。はい、それでね、動画を作る上でのちょっとヒントなんですけども、これね、ファンをつかむためのヒントです。というのがね、動画を作るってことは、まあ、コンテンツを作るってことなんですよ。で、基本的にはそのコンテンツってのは有料にするのか無料にするのかは分かれてきます。無料コンテンツ、有料定額コンテンツ、価格の低いやつですね、有料高額コンテンツ、1個の動画で30万みたいなね、そういうのがあったりして商品になっていきます。松潤さんもその、創作物、クリエイティブな作品ですか、創作物を商品とするわけなんですよね。音楽にしても絵画にしても、なんかね、ポエムにしても本にしても、全てその音情報というか、文字情報というか、画像情報というか、動画情報というかね、とにかく情報がこれから商品になっていくんですよ。物体ではなくて、情報ですよね。まあ、ですんで、きちんとね、商品化していく必要があります。無料であろうとも有料と同じぐらいの商品化する必要があります。ちょっと前置き長くなりましたけども、ヒントですけども、一つの動画で問題解決を必ず入れた方がいいんですよ。一つの動画を見たら、あ、問題解決できた、そういうことだったのか、こういうふうにすればいいんだって分かることなんですよ。今までの私の動画全てそれが入ってます。ですんで松潤さんがね、今日動画の一般公開にまで至ったと思うんですよ。まあ、松潤さん自身のお気持ちもあるでしょうけど、私もそこにね、一生懸命働きかけて、まあ、動画1個に1つの問題解決を、まあ、注入していったわけなんですよね。で、こういう言い方すると分かりやすいかなと思うんですけども、松潤さんは音楽を通じて誰のどんな問題解決をしたいのかっていうメッセージを込めていくってことですよね。例えばね、こういう方がいます。不眠症に悩む方がいて、私の音楽を聴いたら5分で眠れますよっていう風にして音楽作っていったんですよ。そしたら本当に眠れたということなんですよね。ですんで、その音楽が売れていったってことなんですよ。で、もう一つはですね、子育て中のお母さん、なかなか子供が寝つかないときに、ワンワンワンと泣いてね、寝つかないときに、この音楽をかけると、まあ、お子さんがすぐ寝ますよって形で音楽提供したんですよ。この2つっていうのは YouTube 上に結構ね、フリーで出てますんで、まあ、今から有料で売れるかどうかっていうのは分かりませんけども、ただやっぱりね、そういうのがあるんですよね。聞いたら眠れる音楽とか、目覚めの良い音楽とかね、励まされる音楽とか、元気が出るやつとか、逆にむちゃくちゃ泣きといときにこの曲を聴いてくださいみたいなのがあるんですよね。こういうふうに人っていうのはいろんな感情で一日一日を暮らしてますから、そのどの問題解決をするために私は音楽を提供してるんですよっていうことが明確になると、じゃあ松潤さんのは私に必要だよねってことになってきます。もしくは松潤さんのは私に必要じゃないよねってことになってきます。例えばね、こういうふうに考えるんですよ。40代男性で婚活中、どうしても自分に自信が持てない、そして女性を口説くためのね、メッセージが浮かばない、そこに私の音楽と歌を聴けば、女性を口説くためのあなたの40代から20代もしくは30代の女性に向けてのメッセージがその曲の中に散りばめられてますよと、そういうふうな曲っていうのは売れるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと難しいかもしれませんけどね、こんなテーマはね。例えばそういうことなんですよ。で、私の問題解決っていうのは、例えばね、借金がある人をどういうふうに借金を減らしていくか、仕事がない方にどうやって仕事を見つけていくか、なかなか40代50代になって転職が難しい方に
パソコン1台でどうやって稼ぐ方法を提供していくのかってことが問題解決になってきます。まずはその他にもね、法人の作り方とか税制面でのなんかね、面倒くささとかね、そういうのをどういうふうに問題解決していくか、それから補助金とか助成金っていうのをどういうふうに自分に合ったもの、使えるものを探していくか、こういうふうな問題解決をたくさん商品にしてるんですよね。その他ホームページの作り方ですとか、音楽教材の作り方とか、その他ね、プロモーションビデオの作り方、ウェブマーケティング、ライティング、コピーライティングですね、それからトーキングスキル、こちらの方とかね、さまざまな問題解決、自分は広告戦略がダメだから広告を無料でできる方法は何かないでしょうかってあるんですよね。そういう方法とかね、商品の作り方もそうですよね。商品っていうのは情報商材でもありますし、情報教材でもありますしね、なんかさまざまな情報商材は、作っていきます。しかもこれ粗利が高いというね感じですよね。いろいろと話しましたけども、一つの動画を作るときに問題解決が必ず入っていないと、その動画はネクスト、次見られないってことになります。当然チャンネル登録も起きませんし、再生回数も増えないんですよね。で、私は動画を撮るたびにいろんな問題解決をその中に入れてるんですけども、世の中のニーズにマッチしてない可能性も非常に高いんですよ。明確な問題解決はあるけども、必要としている人が少ない問題解決もあるんですよね。で、逆に必要としている問題解決を、その問題解決を必要としている人が多いものもあるんですよ。例えば今でしたら、特別定額給付金が年内に支給されるのか、それとも年明けなのか、誰に支給されるのか、これを多くの方が知りたがってるんですよ。私はその情報を自分でリサーチして集めて凝縮して5分ぐらいにしてお届けしてるんですよね。で、これはニーズが非常に高いわけなんですよ。アクセスが集まってチャンネル登録が1ヶ月で1500人以上起きるというね、そういうふうな形になりました。それはね、いろんなジャンルのことをやっていったから初めて、これが見えてきたんですよ。まあそういうことですね。で、私ね、ちょっと思ったんですけども、松潤さんの活動の中でこういうのもどうかなと思ったんですよ。松潤さんは音楽をこれから始めていきたいんですっていうことを、まあ申されてましたけども、それだけじゃなくてね、セッションメンバー、ウェブでセッションするメンバーを募集しますと。私はピアノなんで、バイオリンの人ぜひお願いします、ギターの人いませんか、ボーカリスト募集ですみたいな感じでね、メンバーを募集したらどうかなと思うんですよ。1回だけのプロジェクトっていう約束で、それがねずっと続くメンバーだと、ちょっとこう組み合わせが悪い時に、相性が悪い時にちょっと大変になるんで、1回だけやりましょうって感じです。これはもうすでに私、三味線民謡でやってます。太鼓、歌、三味線、民謡、これができますんで、他のパートの方募集って形でセッションして、コンサートをウェブでやりました。で、集客もちゃんとできました。その時は全く別ジャンルの新しいチャンネルでやりましたんで、ちょっとね勇気がいったんですけども、まあ初めてでもね人は来るもんだなと思いましたね。ちょっと恥ずかしいんでね、ちょっとお見せできないですけども、そういう感じでね、もしかしたら松潤さんは今度の動画出す時に一緒に一曲やりませんかと、隅田川を一緒にできるメンバーを募集しますみたいな感じでどうですかね。デュエットの曲を一緒にやりましょうとかでもいいと思いますけどもね。松潤さんがある楽器か歌をやる、それで他のパートを1名もしくは2つのパートを募集するみたいな感じで、ちょっとセッションしてみませんかと。久しぶりに、若い頃やってたけども最近やってないんだって方が私と一緒に組みたいですみたいなね、そんな感じです。だからね、自分がメッセージを届けたい方を明確にイメージしなくてはいけないんですよ。これをペルソナって呼びます。ペルソナ ね、何歳なのか、どこに住んでるのか、どんな経歴を持ってるのか、今の仕事は、財政状況は、性格は、そういったものを全部ペルソナでこっちで設定して、こういう方を募集しますってピンポイントで募集するんですよ、ね、こういう方が欲しいですって明確にしない限り、誰でもいいですって言うと誰も来ないんですよね。だからこちらでフィルタリングをかけていく、そんな募集をしたらどうかなと思うんですね。まだまだ他にもお話したいことあるんですけども、今回動画をね拝見して非常に嬉しかったです。嬉しいのと同時に、こういうのを入れたらもっと良くなるなってことが私もね感じられましたので、メッセージとして送らさせていただきました。まあ何にしてもね、本当に、動画の方をね一般公開してくださって、これで大きな一歩になりますね。ではチャンネル登録者数がいっぱい増えるように、いい無料コンテンツ、いい動画をねこれからいっぱい作っていきましょう。それではまたメッセージよろしくお願いします。ありがとうございました。